はい、どうも、AGSSF です。今回のこの動画を見る前の注意として、まず編集ほとんどやってません、これ。多分。そして、ゲーム画面結構含まれてます。おそらく。まだ編集してないけどわかんないけど、多分ゲーム画面結構含まれてる。そして、どうなるやろうな、なんだっけ。字幕だけになるか、ボイスつけるかで迷ってんだよな。で、ちょっとせっかくだから、ボイスありとボイスなしでどんな感じになるのか、ちょっと2パターン用意してみようと思う。ってことで、よし、準備しようぜ。とりあえず、この背景は何？突っ込んだら負けだと思うぜ。24歳、学生です。なんかテンション低いな。おっと、私はナレーターです。これはちょっと意見が分かれそうですね。だけど編集能力がない俺からしたら、ボイスでなんとかごまかすのもありだと思うけどな。本編のスタートまでまだまだ長引くフラグかな。そもそもスタートなんとかしないとな。どうしようか。そこでは問題は。勢いに任せるしかないね。それでは。ご視聴ありがとうございました。合わねえ。というところで編集が終わっている。しかし、よく考えてみれば、こいつの立ち絵どうすんだよ。カノさんだと言われそうだけど、ロシアクイか。それとも青レイム？いや、それだとレイムに会った時に面倒くさくなる。とりあえずロシアクイかな。この様子だとパート 0.75 とか作りそうだ。